韓国語を教えるを仕事にしませんか？韓国をね、教えるだけの実力を身につけてる人がね、もういっぱい出てきた。そして韓国語を学びたい人、オンラインでね、韓国語、まあ、K-POP のね、歌詞をたくさん知ってるんだけども、きちっと知らない、もっと知りたいけどもどういうふうにして勉強していいのかわからないと。であれこれ YouTube でつまみ食いのようにしてこう勉強はするんだけども、体系的に学んでいないからいつも不安がつきまとうっていうふうな人がね、いっぱいいるんだと思いますね。だから学びたい人がいっぱいいる。そして学ぶならばきちんと学びたいってそう思ってる人がね、いっぱいいるんですね。皆さんも韓国語を教えるだけの実力を身につけた人、韓国語を教えるっていうことに対してもっと真剣に学んでいきませんか？そしてそれを仕事にするつもりで学ぶとね、また学び方が変わってきますよね。私は21年間中学校高校の国語の教師をしてました。教えるっていうことに関しては随分と、まあ経験があるんですね。まあそういう国語の教師としてのちょっとまあ例を挙げますとね、100人一首を中1から教えると。で中1でね、いきなり100人一首をまあやってしまうとね、失敗するんですよ。面白くないんです。ところがね、中3で学年クラス対抗の100人衆大会をすると、中3でね。でそのために中1から少しずつ定期テストでまあ5週ぐらいね、解説もし意味も理解し、そして声に出して暗唱しっていうのをね、5つぐらいずつね、定期テストごとにやっていく。そして時々年に1回か2回か10枚ぐらいの10種だけの100人一首をペアでやるとかね、そういうことをやってだんだん慣らして、だんだんその面白さが分かってくるっていうふうにすると、中3でクラス対抗の100人一首大会が非常に盛り上がるんですよね。私今何の話をしたいかっていうと、カリキュラムのことなんですね。教えるっていうのはね、部分的にはこう点で言うとね、教えることできるんだろうと思うんですね。ところがね、それを長いタームで見て計画的に構成をして教えていくのかっていう、こういうところになるとやっぱりね、誰か指導的な役割を果たす人と一緒にやっていかないと、一人ではなかなかそういうこと身につかないと思いますね。そういう意味ではそのカリキュラム論というかね、構成を考えつつ、そしてその部分部分も大事にやっていく、これは大事なことだと思いますね。でそういうね、切磋琢磨の場っていうのがないんですよね。講師になる前段階で講師を目指して、訓練する場っていうのがやっぱり少ない。特に市民講座の講師としては少ないと思いますね。その辺、今まで教えたことがないけれども教えたい、オンラインで教えたい、そういう人に何が必要なのか、まずどんな勉強しなければいけないのか、そして一緒に勉強する仲間がいる、そういうことが大事ですね。それとね、もう一つはね、やっぱり教育論ですよね。どういうふうにこう育てていくのかっていうことも大事。語学のね、その知識の伝達だけではないっていう意識も持たないと、なかなかこの学習者が自主的に学び始めないんですよね。単にこれはこうですっていう、そういう知識の伝授だけではダメだっていうふうなこともわからないといけないんですね。そしてさらにはね、相手がまあ集団である、2人以上はもう集団ですからね、そういう時にどう教えていくのか、1対1、これももちろんこれがまあ基礎なんですけども、それに2人3人あるいは10人のグループをどう見ていくのか、グループで教えるっていうのはどういうことかっていう、こういうこともね、やっぱりきちっとやっていかないと我流になってしまうんですよね。そしてそこで大人の世界でもやっぱりその集団としての、学びがうまくいかない場合は、学級崩壊のような形ね、集団が、うまくついてきてくれない、バラバラになって崩壊していってしまう、そんなことにもなりかねないんですよね。ですからね、教えるっていうことはいろんな要素があります。自分が学んできたように教えればいいんですけどもね、実は見えていないことたくさんあるんですよ。
教育実習の学生をよく私は受け入れて見てきましたけどね、ベテランの先生の授業に入ると教育実習の学生はどういうかっていうとね、もう授業に巻き込まれて、そして生徒として聞いて楽しかったっていう、そんな感想になってしまうんですよね。本当にね、そうなってしまうのね。楽しく授業を聞いて生き生きと活動して、本当に楽しかったっていう、そんな感想出てくるんですけども、 それはあくまでも生徒としてなんですよね。そこから教える側に立てば、この先生はどんな目的でこの授業をし、この説明は何分で済ませて、次はどんな活動をして、どんなグループでどうやってっていうふうなね、それが何分でこなされているのか、どこでどんな冗談を言ったのか、どこで誰に前に出てきて何かさせたのかっていうふうな、そういうことをね、構成してこう仕組んでるんですよね。だから授業が自然に流れて楽しくて、飽きなくて、笑いもあって、そして力もつく。だからそれは、すごく緻密に作られた、計算された、そんな授業なんですね。ですからね、授業を細かく見る目、これも大事なんですね。そして、自分が授業する時のその時間配分、活動の内容、活動のさせ方、活動の仕方、活動の評価、そういったことまで全部考えないと、その1時間の授業が楽しく無駄なく展開できないんですよね。そういうこともね、やっぱりきちんと学んで、そして順を追って鍛えていく、そのための韓国語教育ラボです。まずは説明会に来てください。オンラインで韓国語が学べる、こんな世の中になってきましたから、オンラインで韓国語を教える、その教え方を私たちはもっとしっかりと学んで、そして切磋琢磨して鍛えて、そしてより楽しい学びをね、より効果的な、正しく楽しい学びをこう広げていく、そんな場にしたいと思いますので、韓国語教育ラボ、一緒にやっていきましょう。